自動機軌道の一種で、軌道傾斜角レ度ド、心率ゼロ、自身の公転周期と母星の自転周期が等しい軌道である。この軌道を回る衛星は、惑星の赤道上を自転と同期して移動し、地上からは天空の一点に止まっているように見えるため、通信衛星や放送衛星や気象衛星によく用いられている。ジオと略されることもある。静止軌道の衛星を、 静止衛星という。地球では、赤道上の高度3 5 7 8 6トルの円軌道であり、軌道周期は23時間56分4秒となる。この軌道は、地球の時点に同期しているため、赤道上の上空に見かけ上静止しているように見える。そのため、対地速度はゼロとなるが、その高度に地球半径を足した。 半径 42,142km の軌道を24時間かけて一周する移動速度は時速 11,032km となる。見かけ上の静止点の経度と観測値の緯度、経度が定まれば衛星の見かけの方向が1位に定まる。通信衛星や放送衛星に用いるとアンテナを固定しておくことができ、都合が良いため通常はこの軌道が選ばれる。 ただし、北極圏、南極圏に近い地方では、アンテナの行角が低くなるため、山や建物の影になりやすいという欠点もある。この欠点を補う手法として、順天調衛星軌道を使う手法がある。静止軌道に投入された衛星を、静止衛星と呼ぶ。同期軌道の一種で、軌道傾斜角をほぼ0度にしたものが、静止軌道である。同期軌道で、 軌道傾斜角を0度以外にする場合が少ないため、同期軌道のことを静止軌道と呼ぶこともあるが、厳密には異なる概念である。静止軌道は、高度 2000km 以下の低軌道と比べ高度が高く、さらには要求される。軌道速度も速いため、軌道への投入には大きなエネルギーが必要になる。通常は、ロケットにより、近地点数1 0 0トル。 H. ンチ約 36000km の大円軌道である静止トランスファ軌道に投入し、次に衛星に内蔵する比較的小型のロケットエンジンで円軌道に遷移する。この種の軌道専用のロケットエンジンをアポジキックモーターという。また、このような方法でより高度の高い軌道に遷移するための大円軌道をホーマン軌道という。なお、 トランスファ軌道の軌道傾斜角は発射点の緯度に依存するためゼロとは限らない。この場合軌道面の変換、すなわち軌道傾斜角をゼロに調整するための操作も必要である。このため、静止軌道への投入には発射点ができるだけ赤道に近い方が有利である。欧州宇宙機関でギアナ宇宙センターが選ばれた理由の一つは、 人工衛星の燃料消費節約と静止衛星に投入できる人工衛星のロケット搭載量増大である。静止軌道内で変更し得るパラメータは静止点直下の経度のみである。軌道上から経済活動の活発な需要の多い地域にサービスを提供しようとすれば、おのずと軌道のポジションは限られるため、同経度の他国や企業との競合が生じる。さらに、 衛星と地上との通信には電波を利用するので周波数利用の競合も起こる。衛星を静止軌道上で運用することは有限な資源である周波数、軌道ポジションを占有することを意味する。従って静止衛星軌道の利用には国際的な取り決めと調整が必須となる。現在は ITU によって軌道ポジションと周波数の国際管理。 調整がなされている。衛星通信は現代の社会基盤の一部を担っており、国際的に決められたルールの下で正しく運用されなければならない。現在、静止衛星軌道上には運用中の商業用通信衛星に限っても239機の衛星が存在している。世界の人口や経済活動が地球表面に一様に分布していないように、 静止衛星軌道上の衛星も偏った分布をしている。静止衛星軌道上の衛星増加に伴い狭い範囲に複数の衛星が共存している場所も存在する。かつて有料されていた軌道上のポジションと利用周波数帯の高密度化が現実となってきている。特にヨーロッパアフリカ上空にあたる統計15から20度。 アメリカ大陸上空の整形90から100度、そして日本及び東南アジア地域の統計110度周辺では、その程度が著しい。ありがとうございます。